こんばんは。はい、こちらはですね、横浜中華街の中華街パーキングの1階に設けられました特設の会場です。とにかくここにはファンの方が集結しています。つい先ほどまでは1200人から1300人ほどの方が集まって準備をじっと見ていました。そしてもう今でもですね、喜びに酔いしれたファンの皆さんがずっと残って歓声を上げています。実はこの中継に出る前に私、落ち着いてこの場の状況をお伝えろと言われたんですが、そんなことをできる空気ではありません。この空気をなんか風呂につけてスタジオに持って帰りたい。もう本当に熱気に満ちた空気です。そしてこの横浜の街、今日一日本当に熱く燃えました。その記録をまとめてあります。ご覧ください。今日で決まります。ああ、決まります。間違いない。かけが行われます横浜市内のホテルの縮小会場です。8回の裏に駒田選手のタイムリーが出た途端にビールが並び始めました。ざっと揃ったビールが3000本、そしてシャンパンもずらっと並んでいます。後ろには1樽が30樽並んでいます。お酒が今か今かと選手たちの到着を待っている、そんな状態です。10時40分に横浜スタジアムも選手たちが出たという情報が入ってきています。だいたい10分ちょっとかかるということで、もうしばらくすると選手たちがホテルに到着します。その後ホテル内に設置されている共同記者会見の会場で会見を行った後に、いよいよ日本一のビールかけが始まるということになっております。我々も今か今かともうワクワクする気持ちで待っております。もうしばらくお待ちください。お楽しみに。あんな綺麗無事です、今回はですね、横浜駅のすぐそばにありますホテルの地下の駐車場をこのように縮小会の会場に大変身させました。そして今回もビールたくさん用意されてます。3000本です。そしてシャンパンが120本、もうビール工場みたいにたくさん並んでるわけなんですが、選手の皆さんまだこちらの会場に到着されてません、ほとんどの選手が睡眠不足でもう緊張して寝られなかったという昨日の夜だったそうなんですが、それにもかかわらずゲットした38年ぶりの浜の興奮。それではご覧いただきましょう、日本シリーズ第6選手の声だとか、それが
ということで本当に盛り上がってます。選手の皆さんもうそろそろこちらの方に到着されるということなんですが、それではこの時間まだ興奮は続いているんでしょうか。伊勢崎町の商店街に竹方アナウンサーが行ってます。竹方さんお願いします。はい、横浜スタジアムから歩いて10分ほどのところにありますこの伊勢崎モールにありますが、もう応援団の方が集まりまして今も開催地として盛り上がっています。その後さらに佐々木投手が出たところで倍で集まりまして、またスタジアムにいた人がまた集まって倍倍倍という感じでもう人並みに揉まれて大変という感じになっています。号外が出まして、さらにその後人も集まりまして、今は応援リーダーが出まして一曲ですね、応援歌を歌いながらという応援が続いています。ちょっともうパニックというか無数状態になっていますので、伊勢崎ボールからお伝えしました。じゃあ野村さんとは。